空上ジョリーン、エンポリオ、そのイルカはきっとあんたを安全なところまで連れてってくれるわ。何言ってるんだ、早く僕のところに来て。待って待って、お姉ちゃん。いや、ここは私が食い止める。来い、プッチシンプストーンフリー。もう朝日が昇ってきたぞ。太陽の形が円じゃねえ、長く帯状に見える。時計の針が消え、朝だ、また夜だ。なんだ、さらに時が加速しているぞ。はぐー、直して入れたばかりの差し歯がどうなっているんだ。あの輝きの線が太陽なのか。なんなんだ、ここは生き物だけ。生きが世界中を巻き込み、神父を守ればそれでいいという能力だ。全ては神父を天国へ押し上げるために動いている運命なのだ。これってもしかして、この人は。行くんだ、ケープカナベラルに神父を通さなくては。